ちょっと他が進むまでは夜はええかな。今進めたのこれだけやからな。若い母親は夜出てこんからな。テスト始まった。よっ。忘れてるようなのないな。名前が特徴的すぎるよな。しかしさ、この霧なくなんねえよな。天気予報じゃ初雪降るかもって話だし、こんな中で雪とか降ったらどうなんだ。わ、いたの。おう、大集合だな。そこで会って一緒に来たんだ。霧でよく見えない時あるから、みんなも固まってきてるっぽいよ。にしても変だよな、ここんとこなんか寂しさ。見通し悪くて怖い。ねえ、先輩の隣行っていい？この子だけは相変わらずだね。だって本当に見通し悪いし、これじゃまるで向こうみたい。ここに彼女が4人おるっていうのやばいな。ちょ、先輩ら。いうことだ。このメガネは向こうの世界の霧を見通すもの。いや、そもそもメガネをかけたら霧が見通せるなんてこと自体
普通じゃありえません。なら、あっちの霧がこっちに漏れてるとか。また適当に正解を当てる、ちえちゃん。え、当たりっぽかった。いつもの調子で流されるかと思ったのに。ただの思いつきですから。とにかく今日で試験終わりだろ。ちゃっちゃと済ませて放課後特捜本部に集まろうぜ。ああ、久方ぶりね、その名前。今日病院か。あ、ここ霧の話が書いてある。一部の専門家からはこの霧が有害な物質を含んでいるのではと危ぶむ声も出始めている。霧の発生原因や実情の究明に至急取り組むべきとの声が出され、政府による予備調査が始まったが原因の特定は難しいとの見解が大勢だって。この霧ってマジでヤバいもんなわけ。町とかさっぱり人引けちまってっすよ。つうかここもっすけど。みんなこの霧を怖がって出歩かないみたい。確かにあっちの霧に似てる気はするけど、それ以上のことはまたこちんぽんかっぽんね。あとはここに生ための略歴と事件についてがまとめてあります。最初の被害者は容疑者と愛人関係にあり、そのもつれから殺害に及んだと見られている。同4月、第2の被害者小西咲さんの遺体発見。詳しい動機を追及している。7月には同じく稲葉市在住の少年による模倣殺人が発生。一時はこの少年が全ての容疑者と見られたが、捜査の進展により生ため容疑者が浮上。先月、稲葉市在住の7歳になる女子児童を誘拐に及んだ際、容疑者は警察により逮捕。生ためはまだどこかの病院に収容されていて、詳しい取り調べはこれからのようです。やっと終わったんだな。いろいろあったけどさ、あとは立件されて罪が確定するのを待つだけか。お前のおじさんなら必ずこぎつけるさ。でもあいつ言ってること明らかにおかしかった。自白でテレビの世界とか言い出した場合、なんとか鑑定で引っかかったりしないのかな。証拠が不十分だったり状況証拠だけだと立件は難しいって聞いたことある。確かにそういう事件や犯罪者は多いです。ある意味犯罪捜査の永遠の命題ですね。捕まえても裁けねってのか。その可能性もないとは言えないってことです。だそりゃ、あいつがやったって俺らはみんな知ってんのに。大体殺すことが救済とか、あんなイカれた野郎放置できねえだろ。実は生ための口から殺すのが救済っていうはっきりした言及はないんだよな。精神がどうとか、そんなんで済まされちゃたまんないぜ。勝手に周りがわーわー言っただけで。小西先輩、あと人間から途中でシャドウに変わったような。いや、先輩や山のアナだけじゃない。モロキンだってあいつの犠牲者だ。あいつがいなければそれを真似ようなんてやつも出なかった。今ナナコちゃんがあんな状態なのだってあいつのせいだろ。どうしたの？こたつすか？じゃあ今から見に行こうよ。戻ってきてこたつあったらナナコちゃん喜ぶよ。ナナコはジュネス行きたいがあるんちゃうかな。おいおい、
そういうことは早く言いたまえよ。扱ってるぜ。もうシーズンだからな。よし、じゃあみんなで選ぶか。やっぱこたつって言ったらみかんがセットだよね。ダンジョン潜ってるからお金あるからやけど、普通なら堂島にお金もらってからだよな。ベタで最強っすね。最強といえばホットカーペットにこたつの組み合わせでしょ。そのコンボはブレーカー行くな。チンとかした拍子に。そんな家、まあボロ家ならありえるけど。そうだ熊吉、こたつ初めてだろ。あったかいぞ。ボロ家ボロアパートならな。みんなは約束果たしてくれたからクマはもう帰らないと。でもナナちゃんが元気になるまで帰りたくない。いていいってのなんか言わせんだお前。目が覚めてクマくんいなかったらナナコちゃんがっかりするよ。けどクマはナナちゃんを助けてあげられなかった。バカね、みんなで助けたじゃない。犯人だって捕まえただろ。おめえがいたおかげだ。今ナナコちゃんも頑張ってるのにそんなこと言っちゃダメよ。みんな、あ、本当にいいの？そっか、お前んち今一人だもんな。そうだ、ナナコちゃんのクリスマスプレゼント下見しちゃう？いいかも。きっとそれまでには退院できてるよ。俺のツケとか言うのはなしな。ほんとなしな。言っとくぞ。失礼だな、んなことするわけないじゃん。お前の見立てたこいつの服、後でレシート見てちびりかけたっつの。これ夏に買った服だよな。冬になっても着れるって。おかげで何日バイトさせられたと思ってんだよ。それはさ、ジュネスの価格設定の問題じゃん。なあ、まあしょうがねえか。異性の服選びとか里中さんは初体験だったもんね。きっと。うわ、なんだと。やだなベベたち、クマのために喧嘩は。すっごいだろ。先輩たちほっといてプレゼント考えよう。つっても小学生の女の子が漢字得意だろうがいい。ナナコちゃん、何をプレゼントしたら喜ぶでしょうか。これ難しいよな。リセチ人形でなんか微妙な反応だったような気がするけど。あれって微妙に子供向けじゃないんだけど。大人の、大きい大人向けか。まあいいか。大きい大人っておかしいな。大きいお友達向けか。じゃ、ナナコちゃんが退院したらお前ん家でパーティーだな。よし、じゃあ張り切ってケーキ作るか。当然すっごいケーキにしたいね。やめなさい、ナナコちゃん病院に送り返す気かよ。もしもし、その、落ち着いて聞いてね。ナナコちゃんの容態が急変してすぐに病院に来てほしいって先生が。とにかく病院へ。先生、この霧毒なんでしょ？ウイルスなんでしょ？テレビでやってました。ワクチンとかないんですか？落ち着いてください。それはただの噂ですから。嘘つけ。本当はちゃんと薬があんだろ。俺たちを見殺しにする気か。そんなことあるわけないでしょ。本当にこんなことなったよな。ふざけるな。ナナコはこんなに苦しんでんだぞ。今は状況を見守るしかないんです。ですから堂島さんも自分の病室へ。嘘か本当か、政治家だから順番飛ばして。俺の言葉はどうでもいい。
それより7個ワクチン打ったとかな、治療受けたとかな。堂島さん、ナナコ、こいつを助けてくれ。頼む、どうかナナコだけは。最善を尽くします。とにかく一旦廊下へ。おい、なんとかならないのか。お前の住んでた世界のことだろう。なんかわかんねえのかよ。違うぜ。考えてる、考えてるけど。クソ、なんであんな小さな子がこんなことの犠牲になんだよ。俺、悔しいっすよ。ナナコちゃん、大丈夫だよね。君たちまだここに？堂島さんの様子はどうですか？傷が開きかけてたみたいでね。今病室で処置を受けてるよ。生ための方は何か進展あったんすか？ああ、それなんだけど、一応言っておくと、この事件立証は難しくなってきてんだ。どういうことだ？本部の人とも話したけど、裁判で有罪に持ち込むのはやっぱり無理があるんだ。なぜ生ためが山の穴殺しの初動捜査で容疑者から外されたか。そういえば、確かアリバイがあるって。その、なんだっけ、テレビに入れるとかって話、立証のしようもないっていうか、まあ誰も信じないし、世間が欲しがるのは生為がいつどこでどうやって殺したかだよ。堂島さんだってそのことは分かってるんだ。えらく冷静じゃねえか。僕は本当のこと言っただけだよ。てめえ、それでもデカか。ああ。そんなに見てえなら見せてやんよ。今すぐここにテレビ持ってこい、おら。ちょっと、やめな。住んでる相手間違えてるよな。なんだ。ナナコちゃんのご家族の方は、早く中へ声をかけてあげてく。なんだこれ、どういうことだよ。やだ、ナナコちゃん。お父さん。ナナコちゃん、堂島ナナコちゃん、聞こえる？わかるかな？お兄ちゃん来てるよ。頑張ろうね。堂島さんは？今呼んでます。なぜ車椅子に乗せない？先生、お兄ちゃん、残念です。そんな。
マジできついよな、ここ。手は尽くしましたが、これといった原因も特定できず。しきしょう！ななこちゃん。堂島さん、どうしたんだ？怖い顔して。あれ、みんなもどうしたの？あ、え、まさか、ななこちゃん。待てよ、あっち堂島さんの病室じゃないだろ。おい、確かあっちって。先輩、先輩、堂島さん生ためのところにいたかもって。生ためのやつ、この病院に入院してるみたい。同じ病院に運んだのかよ。被害者と犯人だろ。中だからってありえんような気するな。そんなこと僕に言われたって。大きい病院だし、まだ動かせる状態じゃないし。言えるわけないでしょ、そんなこと。いいからさっさと病室教えろ。堂島さん言ったんだろ、止めなきゃやべえだろうが。やばいって、まさか。ちょっと堂島さんが、なんだって？早く言え！病室はどこだ？あ、第二外科病棟の最上階、一番奥。けど、警護の人間いるし。クマはナナちゃんをずっと見てた。なのに助けられなかった。クマの世界で起きたことなのに。クマはあの世界でただ一人のクマのはずなのに。クマは何も。クマは。話せ。奴に話がある。ですから許可がなければ。許可だ？ならあいつは誰の許可でナナコを殺したんだ？ふざけんじゃねえぞ。ナナコは死んで、なんであいつは生きてる？ナナコを返せ。返しやれ。ナナコしかいない。医者、話せよ。俺はあいつを。大変だ。早く病室へ運んで。僕は先生に知らせに行くから。堂島さん、まさか本気で？一人娘を殺されたんだ。何してておかしかねえよ。堂島さん、分かってたのかもな。法で裁ける見込みがほぼないってさ。くそ、先輩殺した上にとうとう奈々子ちゃんまで。なのに当人は罪も償わず、この先もノーノーと。そんなの。なんで生きてるのはあいつの方なの？怖かった。だから。お前だけ生きてて、しかも逃げようってのか？ナナコちゃんは、あんたのせいで。俺は何も。それは違うよな。エイジ、真夜中テレビ。ちょっと、これって。救済は失敗だ。
お前たちが邪魔したせいでな。もう一人の生ため？なんでだ。本人ここにいるし、シャドウは倒したのに。思えばあの時、生ためは自身と向き合わなかった。シャドウがペルソナとして体に戻らなかったようにも見えました。それが今頃になって見えているのかも。では、救済は失敗したが、これは俺のせいじゃない。それに、どうせ法律は俺を殺せない。バカな。あれが生ための本心の声。じゃあやっぱり分かっててやってたんだ。法律がどうした。俺はお前を許す気はねえぞ。これはやめてくれ。ああ何をだ。まだ何もしちゃいねえだろう。それとも何かしてやろうか。今のてめえに見合うことをよ。幹事好きにすればいいさ。あの子が死んで俺を恨んでるんだろ。俺はどっちだっていいんだ。生きるも死ぬも俺にとっては大差ない。でもお前らは違う。無理だよな。できないよな、そんなこと。俺は救済を続けるぞ。それが俺の使命だからな。使命？クソ。やめてくれ。やめてくれだとよ。どうする？どうするって。野郎がこのまま野放しなんざ許されるわけがねえ。だからってどうする気？このままただここを出てくなんて俺にはできねえ。わかるけど、でも病室にこんな大きなテレビがあるなんて思いませんでした。こんなものが置いてあるんじゃ、この男はいつ逃げ出していなくなっても仕方ない。もっとも一度入ったら自力で出る方法なんてないかもしれませんけど。ちょっと待ってよ、それってまさか本気なの？おめえはこのまま帰れんのかよ。それはだけど、このままでいいとか悪いとかそういう問題じゃないじゃん。何言ってんの、そんなことできるわけ。里中、それにみんなも聞いてくれ。やるなら今しかない。こんな機会もう二度と巡ってこない。このままじゃこいつは野放しになる。そしてまた救済とやらを繰り返す。たった今こいつの本心が言ってたろう。本心じゃないんだよな。そしたら七子ちゃんや先輩みたいにまた無実の人が何人も死んでいくんだ。そんなの俺は見過ごせねえ。大切な人殺されて償わせることもできなくて、それが繰り返されんのまで見過ごせってか。絶対できねえ。しちゃいけねえだろう。花村、けどただテレビに落とす、それだけだ。それだけで全部終わる。落とすだけ。関わりたくない奴は出て行ってくれ。無理に付き合うことはない。俺はこいつを許す気はねえ。けどその前にお前の意見が聞きたい。お前はどうする？待てるかよ。グズグズしてたら警官が戻ってくる。何が言いたいんだよ。わからないこと？何がだよ。こいつの本心ならたった今散々聞いたろ。シャドウの今更何がわからないってんだよ。だから何がだよ。さっきも言ったろ、グズグズしてる時間はねえ。お前本当に何か考えがあって言ってんだろうな。誤解？根拠は何だよ。クソ、いい加減にしやがれ。今度こそはっきりしてもらうぞ。だんだん腹立ってきたな。
陽介落としたのかいって。やるのかやらないのか、どっちだって俺は聞いてんだ。そうだよ、とにかく落ち着こうよ。俺は落ち着いてる。ねえ、今言った誤解ってどういうこと？こんなラリってやつ相手に誤解もへったくれもあるかよ。ねえ、深呼吸。堂島さんの行動や七子ちゃんのことで私たち気がまだ動転してる。しゃれ。確かに落ち着いて考えてみるべきですね。思えば僕たちはまだ生ため自身からはほとんど何も聞き取っていない。七子ちゃんをひどい目に遭わせたのは確かにこの男だ。でも他はさっきの真夜中テレビを見てそうじゃないかと感じただけです。全部押し付けて裁こうなんて一時の情で盲目になっていたことは否定できません。けどよ、こいつは何も言わねえじゃねえか。どんな動機だろうとこいつがみんなをテレビに放り込んだことは間違いねえ。こいつが先輩を、第一人殺しを救済なんて言ってるやつをどう理解しろってんだよ。言ってないんだよな。理解できないこととしようともしないことは全く別のものです。思えば僕の方でも気にかかる点が厳密に全て解消されてるわけじゃありません。本人から話を聞くしかないでしょう。今はまだ無理のようですが。確かに今こいつをどうこうしたって全部すっきりすんのかわかんねえか。くそ。けどこいつが同じこと繰り返すのを防ぐためなら俺はできることは何だってするぜ。いつだって何だってな。ったく、呆れるほど冷静だなお前。まあだからリーダーってことになってんのか。陽介は参謀失格だけどな。いいぜ、ならとことんまで考えようじゃねえか。わかんねえこと残したままじゃてめえでてめえを騙したことになるか。確かに筋が通らねえな。俺も納得っす。よかった、私も一生懸命考えるからさ。私たちも気持ちはみんな花々たちと同じだよ。今までだってずっとみんなで乗り切ってきたじゃんよ。うん、みんなでね。ああ、そうだな、悪かった、ありがとうな。君たち何してんの？入っちゃダメだってば。うわ、やば。容疑者を見張っていたんですよ。外の警官は堂島さんのことでしばらく手一杯になりそうだったので、生ために逃げられでもしたら警察の保険やそれから足立さんの信用にも関わりますし。それはどうも。今後は警護も強化するし、なるべく早く搬送できるよう手配するよ。だから今日君らがここへ入ったことは。先生、彼の容体は？先ほどは随分興奮していたんですが。とりあえず無事のようだが、今は安静が必要なんだ。とにかく全員外に出てくれ。わかりました。俺たちも戻ろう、七子ちゃんのところへ。
さっきの誤解とか何か引っかかるってどういう意味なんだよ。私も実はちょっとだけ引っかかってて、一番最初はなんで人を殺そうなんて思ったのかな。あいつ曰く救済でしょ。だからそれ言ってないんだよな。救済しようとしてまず自分の愛人から殺し始めたってこと。第一の殺人の後、警察は不倫のもつれと読んで生ためを呼び事情を聞いたんですが、その際の供述内容、態度、どこをとっても不審な点はなかったそうです。殺人を救済と信じるほどの異常者ならそんな風には記録されないと思うんですが。うまく猫かぶったのかもよ。それか最初は普通の動機だったとかさ、殺しを体験してハマってったんじゃねえの。いえ、もし正常なら一件目の山のアナに対する動機はなおさら説明できないんです。生ためは当時妻の柊美鈴とは別居中でした。半ば捨てられたような状態だったと本人、柊美鈴の双方が証言しています。しかも柊は山野アナのことをすでに知っていて、生ためも山野の死にショックを受けていた。恨む理由は希薄、関係を隠すことにもならない。殺しに発展するほどこじれていたとは思えません。このあたりは警察が相当力を入れて調べましたからね。つまり生ためには一番最初に山野真由美を殺した納得のいく動機が見つけられない。ですが生ため本人によって書かれた日記には山野真由美の名前もあった。山野真由美を殺した動機けど、やっぱり最初から異常でただそれに気づけなかったって可能性もあるんでしょ。なんかよくわかんねんすけど。ああ、もうこんがらがってきた。あのさ、結構声響いてるからここ病院だし静かにした方が。あ、いた、あなたたち、すぐ来てちょうだい。いいから早く行きなよ。ここはどこ、コマ。コマの世界、コマか。なんかそれとは違う感じ、コマね。確かクマは病院に。そうだ、ナナちゃん、クマは何もできなかった。クマ何のために存在していたんだろう。約束を守ることができなかったクマ、あそこにいる意味をクマはなくしちゃった。クマ、そうか思い出したクマ、やっぱりそうだったクマね。みんな、先生、クマはどうしたら。あ、来た来た、ナナコちゃんが息を吹き返したんです。先生の種類が一人しかおらん。なのか。心肺停止からの生還はごく稀ですが、ありえないことではありません。ただ原因不明の症例ですから、今後どこまで回復するかは何とも言えませんが、でもナナコちゃんは必死に生きようとしています。嘘じゃないんだよな、信じていいんだよな。ナナコちゃん、よかった、本当よかった。すげえぜ。こんなことあるんですね。よかった、本当に。もう私どうしようって。もう二人とも泣かないでよ。Thank you.
今日のところはもう帰りなさい。堂島さんとは明日、七子ちゃんの処置を相談しておくから。外は冷え込んでる。雪でも降るかもしれない。風邪をひかないようにね。根本的解決には何もなってないんだよな。あれ、そういや熊吉はどうした？あいつの部屋行った時からついてきてなかったよな。そういえばどうしたんだろう。ななこちゃんのそばにいるんだって思ってたけど。クマさん、どこに行っちゃったの？そうだ、あいつ今携帯持ってんだったって。病院の中じゃダメだよな。外出て携帯にかけてみよう。いたいた。さっき言い忘れたけどさ、もうあんな真似しないでよ。容疑者に接触なんてって、まあいいや。堂島さんのことを知らせに来たんだった。堂島さんね、少し傷が開いちゃったけど処置してもらって今は寝てるから。まあ心配しなくても平気だって。堂島さんのことだから。明日にはもううるさく怒鳴ってるんじゃない？あ、これ内緒ね。それより聞いたよ、七子ちゃん、持ち直したって。もう君たち大げさなんだから、こっちも驚いちゃったじゃない。でもよかったね、きっとすぐに良くなるって。そういや今って帰ったら君一人でしょ。今のうちに自由を満喫しときなよ。堂島さんも七子ちゃんもすぐ帰ってきちゃうからさ。おっと、そろそろ戻んなきゃ。遅くならないうちに君も帰りなよ。それじゃね。いなかった。救えなかった。どうして真由美も、それにあの子も救えなかった。ああ、なんだ今頃反省の弁か。だが、これ12時回ってるんだろ。クマのやつ呼び出せないってことは充電切れてんのか。病院の中もざっと見たけどいなかったよね。どこ行っちゃったんだろう。雪？あ、本当だ。生で雪見るなんて。12月の頭に雪なんてな。結構久々かも。でもこの霧だと雪も綺麗に見えないな。北の方ならありえるんかな。降ってきちゃったね、今年も。うう、寒。とりあえず今日は帰ろう。花村、クマくん見つかったら連絡してよ。待ってるよ。明日また特捜本部でな。クマのやつ先に帰ってりゃいいんだけどな。心配ないとは思うけど、とりあえず急いで帰るわ。じゃあまた明日な。これまたセーブできんタイプちゃうか。倍買コンプしてないからな。セーブできた。多分明日からまた長いだろうな、これ。終了。